最近ドラゴンの噂をよく聞くな。帝国軍と戦っているらしい。ありがたいことだ。そういうものなのか。なんだ、不信心なやつだな。これをやるから少し勉強しろ。なかなかいい国だった。これでしばらくは食っていけるな。バラした獲物はバイカにも回しておいた。奴のテントに行ってみるといい。何かこしらえとるかもしれんぞ。禁止区域にドラゴンが出たんだってな。帝国軍が慌てて調べに行ったらしいぜ。しかし今度の狩りはきつかったぜ。禁止区域にドラゴンが出た。しかし禁止区域にドラゴンが出た。分かった。どんな用だ。大したことじゃない。ベラトの村の生き残りにあったらこれを渡してほしいんだ。ただし俺の名は出すなよ。適当にごまかしといてくれ。生き残りって人が見つからなかったら、その時はそれはあんたにやるよ。ああ、あんたが。新しい品が入ったよ。今度の獲物を使ってこしらえたんだ。ああ、何かあったら。ああ、恒星生物の体は。
あのでっかいの見た？父ちゃんがやっつけたんだぜ。俺、早く大きくなりたいな。それで、父ちゃんの狩りを手伝うんだ。私たちはゾアの森を目指してるんだよ。あの森なら楽に暮らせるだろうからね。でも森には必ず恒星生物が。あんた経典読んだことないのかい？ゾアの森は特別なんだよ。神様の力で守られてるのさ。大きな町もあるって話だよ。そんな場所が本当にあるのか？この辺の行商人に聞いたんだけどね、みんな一度は買い付けに行くんだってさ。ずっと東に進めばたどり着けるはずだよ。恒星生物でも食べればうまいもんさ。料理の仕方にコツがいるけどね。あの人も狩りに出られればね。体が弱いからしょうがないんだけどさ。恒星生物。すいません、仕事があるので。お話なら母に聞いてください。すいません、お話なら。すいません、私生まれた村から出たことがなくって、旅に出てからずっと心細かったんです。ずっと一人で旅してるんですか？一人で寂しくないですか？ごめんなさい、よその人とお話ししたことなくって。私ずっとごめん、聞きました。狩りに出るのって命がけなんですね。外の世界ももう怖くなくなりました。あなたも旅してる世界ですから。